今日もサッカーをもっと楽しく見るために井上真でございます。どうもミルク佐藤でございます。ミルクサッカーアカデミー、今日もいろいろ教えてください、ね、よろしくお願いします。ということでこちらでございますね。ドン出た、データ通信簿2021モンテリオ山形です。よろしくお願いいたしま す。ということで、シーズンも終わりましたね。通信簿シリーズやっております。北から南まで全チームね、カテゴリーを問わずやっております。山形まで参りました、はい、ということでね、いやいや、これ撮ってるのが皆さん12月11日なんですけども、はい、前日のね12月10日に正式に発表されまして、はい、このね、だから僕らとしてもこのエンブレムで動画撮るのはラストということ。そうですね、新しくかっこいいのになりましたよね。うん、でもこうしっかり伝統は踏まえてみたいなところでね、いろんな過去からこう未来こうつながるような感じとかね、はい、なってましたもんね。 はい、そんな山形は2021年が、うん、まあ、この、ね、表紙の裏にもなんとなく透けて数値やらグラフやらいろいろ出てるかと思いますけれども、はいはい、これらね、いろんなデータをもうあらゆる角度から見ていきたいなと思いますので、はい、皆さんどうぞ、はい、今日もよろしくお願いします。お願いいたします、はい、それでは山形こちらでございます、うん、はい、1枚目、うん、ました、モンテディ山形2021シーズン月別&状況別成績一覧ということで、はい、今年ねシーズン8位に終わった山形でもあるんですけれども、うん、はい、一体ね、彼らの成績がどんな感じだったのか、うん、1社平均のね勝ち点平均が左上のグラフにありまして、はい、下のところから山形7位ですね。あ、7位か、はい、すいませんでした、はい、7位ですね、はい、下のところには2、3月から11、12月のところまでが表組で対応されておりますと、はい、で右側にはホームアウェイとかオリンピック前と後での成績比較なんてのも置いておりますと、うんうん、いうところで、はい、山形ね、いわゆる小もう例年みたいな感じのプレーオフってものがあれば、うん、いわゆる惜しいところで最終的には終わったかなっていうのが ね、はいはいはい、あったんですけど、うん、序盤でしたね、うん、序盤最初あの石丸清隆監督がねそのまま今日に引き続きやってて、はい、ってところはあったんだけど、はいはい、なかなか勝ち点がうまく積み上がることができずと、うん、そうかそうか、うん、でいうところから5月に、クラモフスキー監督就任ということになったら、はい、バク伸びですよ、勝ち点の。そうでしたね、俺がすごく効いちゃったと。ちょっと類を見ないぐらいの連勝をね。そうですね、なんで、はい、そうなんです。5月からいわゆるオリンピックが、うん、いわゆる始まる前のところまで、はい、でいうと1試合平均価値が 2.3 ぐらいまでいっちゃったってところがあって、はい、えげつない。そう、少なくともだから、あの期間限定で考えたら、うん、あの今あの、ね、結局昇格果たしたジュビロさんとか、はい、京都さんとかよりも圧倒的に上だった、うん、いやそうですね、うん、はい、ただまあ言ってしまえばその後のところでちょっとね、うん、やっぱり大体こうクラモフスキー間のキャンプはやってなかったのもあるから、うんうんうん、シーズンの中でこうプラン B プラン C ってところまでいっぱいこう戦術を作れたわけではなかったので、うん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 、最後の最後はちょっと失速したような感じで終わっちゃったのがあったんですけど、来年めちゃくちゃ楽しみですよね。そうですね、この現体制キャンプから行けるから、はいはい、うん、そうそう、だから昇格、まあ、2022シーズンでの昇格筆頭が候補になってくるんじゃないのかなっていうところはあると思います、はいはい、ね、はい、あとはこの移籍市場でだからどれだけこうなんだろう移籍させないでとどめておけるかっていうのが重要かもしれませんね、うんうん、いや本当そうですね、はいはい、で今度はチームじゃなくて、個人のプレイヤーの方々のスタッツを見ていきます。はい、こちらでございます。はい、ドドドン。はい、出ました。はい、左側にはね、基本のフォーメーションというか、どこで出たよみたいなことが書いてあって、はい、右側には選手別のね、出場グラフなんていうものを作ってきましたよとこういう感じになっております。魅力的なメンバーだし、非常に厚みのあるメンバーですけどね。そうなんですよね。まあ、その中でもやっぱり今年はやっぱ若手特に黙々体制になってからというか、はい、クラモフスキー監督ね、そうね、はい、あのやっぱ右サイドバックのハンダリク選手、いや、はいはい、うん、だったりあとマリノスからねやってきた樺山選手とか山田浩太選手、うん、このあたりがちょっと爆発が止まらなかったっていうシーズンではあったのかなと思いますね、はい、うん、だもう彼らはそれこそね、あの山形の方々にとってはちょっと複雑かもしれませんけど、うん、おそらく3から5年後には海外確実に行ってるレベルの選手なので、うん、ね、はいはいはい、だからまあずっといてよって思う方もいると思うけど、うんうん、だからもう世界に山形という名前をね、まあそうですよね、うん、出せてくれるメンバーにはなるんじゃないのかなと、はいはい、綺麗に崩しきったゴールとかありましたもんね、なんかもね、ありましたね、半田選手一体どこまで行くんだってところでね、折り返してそこからみたいなの多かったですからね、はいはい、最終節もね、あのビニシウス選手が4ゴール決めたりだとか、うん、本当に爆発力がもうナンバーワンクラスだったんじゃないかという、うん、山形のメンバーでした。だから強いて言えばなんですが、そのアラウジョ選手が序盤だったかな、あんまりこう出られなくてっていう機会が多くて、はい、うん、
出場率が全体で 50.6% と。そうだったんですね。うん、あの、まあ、途中交代もあったからだと思いますけど、うん、あの、なんだ、これがやっぱり60、70までいってたら、もうやっぱり3から5点ぐらい彼だったら取ってておかしくなかったかなと思うので、前線メンバーがうまく固定できなかったってところは、うん、まあ、来年に向けての一つ課題ポイントにはなったのかな。ポジション争いもいろいろね、まあ、激化。まあ、あったからですね。激しくあったからっていう見方もできますよね。はいはいはい。来年はね、果たしてどうなるのか、そのあたりも注目なんですが、はい、じゃあ、はい、そのオフェンスメンバー含めてですけど、うん、山形一体、じゃあ、そのね、夏付近のギャーンとした爆発もそうでしたけど、うん、一体どんなデータ残したのか、そこ見ていきましょうよ。はい、ます、はい。はい、レーダーチャット参りましょう。こちらでございます。はい、ドン、はい。こんな感じになりました。はいはいはい、ほうほうほう、いいですね。これ、まあ、これ一応表の見方なんですけど、はい、あのグラフの真ん中の白く太くなってるところが偏差値50となっております、うん、まず皆さん左から見ていただいてね、でっかいやつ、うん、はい、であと一番大枠のところが、偏差値70というところなので、うん、真ん中の太グラフを超えてればあリーグ内平均で上だったんだっていう感じ で、うん、で大外も突破してたらあの俺ら信じられねえなって思っていただければと、うん、だから要は、まあ、右はちょっと後から見るとしまして、いろんな各種データが平均値をね、はい、上回ってるということですよね。そうですね、全体的に上回ったっていうチームではあるんです、総合力が高いチームであったというのは伺えるかなと思いますね、はい、プラス各それぞれ ABCDEF と軽くカラーリングになってると思うんですが、はい、それが右とかね、右の上にも下にもいろんな他にもグラフあると思うんですけど、はいはい、それぞれのものと対応されております。さらに細分化したデータが右にあるということですね、はい、はい。なんかねビルドアップって一番右上のところのなんか上の項目なんか、なんかちょっと突き抜けてる感じとかあったりしますけどね、はい、一体こういうねオフェンスとかディフェンスそれぞれ合計6項目ずつありますけれども、はい、どんな感じになってるのか、ここからより細かいグラフ で、はい、また見ていきたいと思います。拡大して見せてくれます。はい、はい、それでは参りましょう。こちらでございます、はい、オフェンス編ドン、はい、出ました。こんな感じになってますね。先ほどで言うと上のね三角形を拡大した感じですけども、はい、そうですね、はい、まあ、この中でちょっと注目していただきたいのが、はい、真ん中の水色ブレイクっていうところですね。はいはいはい。なんですけどその中の、右上の項目8番キーパスというもの、はいはいはい、これあのいわゆるまあラストパスみたいなもので考えていただければと思うんですが、はいはいはい、それがあの G2 リーグの中でもナンバーワンだったってことで、うんうん、まあ、だから先ほどお話ししたまさにその樺山選手、うん、山田浩太選手、あと中原選手に、はい、半田陸選手と、はいはい、まあ、左右からこう最後のラストフィニッシャーのところにちゃんと正確なパスがうまく出せてるっていう、うん、崩し切ったっていうところまではほぼ完璧だったんじゃないかっていう。なるほど、なるほど。そのチャンスを多く作ってたリーグ1だったってことね。そうなんですよね、はい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 、そんなところがあったかと思います。あ、なんかイメージはありますね、うん、確かにその結構ありましたよね、はい、面白い感じでしたし、はい、で実際にその上のね7番の PA 侵入って、これあのパーキングエリアではなくペナルティーエリアに何回侵入したかっていう数値なんですけど山形結構高速乗るから多かったんじゃない？あ、かも、そういうこともあったのかな。ね、次節は出してほしい。わ、かしこまりました。来シーズンはね、はい、こちらもね、14.7 回とリーグ3位の数値だったのもあったので、はい、あのまあ人数かけれてもいたし、うん、まあ、その下の丸9のカウンターのところもパーセンテージも高かったので、うん、要は高い位置で奪ってみんなでゴーって形なことができていたチームでもあったのかなと思いますと、うん、ですね、さらに言うとそのペナルティーエリアどころか、うん、もう一個その手前にもなりますけど、うん、一番右ビルドアップっていう項目の中の一番上、はいはい、これ ATK、はい、ATK サードってなってるところ、うん、これアタッキングサードにどれだけ侵入できたかなんですけど、うん、はいはいはい、これが1位なんですよ。あ、でもイメージありますわ。でも1位なんですね、うん、すごいですね。だから、はい、これね、あの ペナルティも高くて、うん、アタッキングサードも高い、もちろん攻撃力が高いからってのも言えるんですけどね、うん、まあさ皆さん、はい、激似のチームが1チームだけあるんですよ。激似の横浜、あ、マリノスでしょ。 F マリノスだと思った、はいはいはい、やっぱり2年前のね、うん、やっぱ優勝知ってる監督でもありますから、はい、だそれ考えるとやっぱあの時のマリノスってことを標準ベースにこう備えて、うん、練習とかも積まれてる可能性はとても高いのかなと思うので、うんうんうん、クラモスキー監督関係あるのか。そう、あの時のヘッドコーチですね。そうだもんね。なるほどね、うん。そういうことか。そういうことなんですね。はい、だから、それを体現できる山田浩太選手とか、あと同じくマリノス系でね、樺山選手ってことなので、そうか。だからもし、彼らが、うん、あの、例えば移籍とか、もしくはマリノス母体に復帰するとかってことがあったとしてもなんですけど、うんうんうん、クラモフスキー監督とマリノスさんの方のいろんなこう関係性の中から、来年以降も、マリノス罰な方が、はい、ね、やってくるものとは思われますね。あ、それを使いながらフェーズアップできる山形ということで。
そうですね。これイメージ通りのね、今データですね。でこれ、うん、もちろんこの進入数とかが増えてくればゴールシュートも増えてくるはずだということでね。そうですね。そこが6位3位というのがもう一歩ってことですよね。あと結局ね、はい、これまた分かりやすい話なんですけど、はい、じゃあクラモフスキー体制下限定、あのほら、バンテカの連勝続いた時あったじゃないですか。トータルだからこれはシーズンでね。そうそう。はいはいはい。その時モフモフ体制限定で考えると、うんうん、当然ながらシュートとか枠内シュートとかもほぼトップの。ああ、そっか。はい、だから序盤戦のものがちょっとだけっていうのがこの残ってたっていうで、ね。これ攻撃だけ見ると先生あれだね、7位のチームの数値とは思えない ね。もっと上に。うん、昇格チームそうですよね。ですね、はいはい、これはと思います。むしろ、うん、これはまあ、なんでやってないから勝手な発言かもしれないですけど、はいはいはい、オフェンスは少なくとも J1 で戦えたなと思います、今シーズン。そんな数値になっていたかなと。J1 でも戦える、はい、なるほど、うん。そんなレベルだったと思います。はいはい、じゃ今度はディフェンス見ていきましょう。はい、こちらでございます。ドン正直、ディフェンスに関しても、そうなんですよ。はい、だから、山形がどうかっていうよりね、ええ、J2 全体がレベルアップ C のその中からジュビロとサンガがちょっといいタイミングのところに抜けたっていうシーズンだったかなと思った方がいいかもしれません。拮抗してたってことですね、すごくね、全体的に。そうですね、上位特にね、うん、はい、なんで1個だけ、うん、まあ、言うとすればまあね、本当全項目触れていきたいんですけど、皆さんあのね、山形のサポーターの皆さんも全部はさすがに動画の中でも触れられないので、うん、細かいとこ見たい方は一時停止していただければとは思うんですが、はい、まあちょっと他チームからで気になるところ、特にカテゴリー別考えても各カテゴリーでの上位チームの中ではなかなかこの成績はちょっと低かったかなと思うのとしては、真ん中ゲートっていうところの25と26っていうところなんですよね。うんうん、GPA 防御と、インターセプトという2つの数値なんですが、はい、GPA 防御っていうのはいわゆる自分たちのペナルティーエリアの中に何回入られてしまったかっていうところになるんですけど、うん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 、これがだからあまりこうなんだろう、普通の他の上位チームに比べてよりかは入られてしまったっていうところが、実平均並みには入られてしまっていて、でその一つの理由かなと思うのが、インターセプトの数値がちょっとあまりよろしくなかった、芳しくはなかったと、うん、なんでなかなかこう地上戦というか読みのところで奪いきれなかったシーンは少なくなかったのかなっていうところがあったのかなと思います。うん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 、でもおそらくはなんですけど、僕いろんなデータを見るとね、これ、うん、見る若のちょっと違うマンデーライブっていうところで、これはとあるデータ会でお話させていただいたんですけど、はい、クラモフスキー監督のやっていくスタイル、今年の山形っていうのがもう一チームだけ似てるチームがあるんですよ、特にディフェンス面限定でいうと、はい、それが北海道コンサドーレ札幌さんだったんですね。なるほどね。なんでサイド上げて前がかりになってるから多少の打たれるのはしょうがないってことですよね。うん、なんでこう、なんだろう、勝つにしても1ゾレで勝つぐらいだったら、うん、殴り合う3、4で負ける方がいいぐらいのシーン、なるほど、なるほど。だったんじゃないかと思うので、守備はちょっと目つぶってもいいのかなっていう。はい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 。だったらもう1点俺らが取れなかったのはなんでだろうかっていう、うん、そういう風になってくるんじゃないかと思うので。うん、なるほどね。来年以降も、まあ、ディフェンスのデータはもちろん伸ばしていくと思いますが、それ以上にオフェンスがどれだけ伸ばせるかっていうので、はい、そうですね、J1 へ殴り込みって感じになっていくのかなと。でも見てて面白いっていうのはもう満たしてますからね。そうですよね。そうなんですもんね。まさにまさにだと思います。はい、そんなモンティーヨ山形さんの2021シーズンでございました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。あとは移籍ですね、残留させられるのか、そしてどんな選手が入ってくるのか、1ヶ月ちょっとね、はい、ちょっと戦々恐々とする部分あるかもしれませんけれども、うん、はい、まずそこあたりも見る赤ではまたねお伝えしていこうと思います。そちらもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ということでこのシリーズ全チームやってまいりますので、ね、ぜひご注目いただきたいと思います。他にもいろんなシリーズやってます、見る赤、ぜひチャンネル登録そしてグッドボタンで応援していただけると嬉しいですよ。お願いします。ありがとうございます。ということでまた聞いてください。また明日です。毎日やってます。井上真央でした。どうみゆき佐藤でした。皆さんありがとうございました。それではまた。ありがとうございました。